球球球！二球球球！球球才要。 凯瑟琳，我们来了，有什么事？不好意思，又要麻烦你们了。这次是天领奉行直接交给冒险家协会的委托，协会在评估后认为，这份委托只能交给最资深的冒险家。 也没有那么厉害啦，先由我来说明一下吧。天领奉行近日下发了通缉令，他们想要找一个鬼族。我好像听说过，是的，这个人很张扬，很吵闹，所以在挺街有点名气。但没想到，最近他竟然做起了抢劫和掳掠的勾当，不只是做了坏事。 在天领奉行中打算逮捕他的时候，总而言之，就是想让我们去把坏人抓回来吧，放心放心，他可厉害了，什么对手都不在话下。嗯，不过还是不要鲁莽行动为好，这个人是神之眼的持有者，手下还管理着一个。对不起，别让我去打架，我不该夸下海口的。有关荒龙一斗这个人，他为什么要做这样的挺街的各位，应该比我更熟悉他，感谢你的协助。 我在这里等待你的好消息。新たきイットについてかい？彼のしたことは耳に入ってるよ。その情報を聞いたときは少し意外だった。それはイットが以前から。いや、なんていうか、彼の性格は。 よく言えばとても明るい。新たきイットに対して僕は別に悪い印象、それがはっきりとわからなくてね。助けが必要な人がいれば助ける。その収入がなくて変わった人なんだな。ごめん、他の情報は僕もそう詳しく、他の人からも話を聞いてみた。 新たきイット？え、そんなにあいつの。そういうことではなく、彼には彼に関する話を聞けば理解すると思います。子供たちは至って単純で分かっ、わざと負け、それは違うと思います。この前、そしてその子から飴玉を勝ち取ると、私もさすがに少しやりすぎだと思い泣き、ただ新たきイットはすぐに、 そして素直に謝ったの。新たきイットは素直に、このようなよく子供に負ける人が、どうやって。聞いた感じ、芯があって悪くないやつみたいだな。はい、私もそう、無論彼を擁護するつもりはありません。うん、ありがとな。新たきイット、 奴は稲妻城を離れたようです。ああ、オイラたちもキャサリンか、その略奪とかを強盗。もちろんです。証拠がなければこれほどの人手を動かすことはあります。強盗犯は通常自分の身元をか、最初は我々も彼が怪しいと思うだけだったのですが、一番腹立たしいのは、もちろん現実的なと、彼はこれまで貧しい生活をしてきた上にまともな仕事にもついていません。苦労して貧乏生活をするよりも 悪事を働いた。心理的動機は、当時新たきイット、その件について聞いた感じ、感情の触れ、はい、もし分かった。結局イットの行方は分からなかったな。やっぱり専門家に情報を聞いてみた方がいいと思うぞ。いやいや、
また彼のこと。もちろん君たちのことなら知って。39万7千もらよ。一括払いでお願い。それと、もし新たき一頭を捕らえることができたら。高すぎないか。話は最後まで聞いてちょうだい。しかもその分け前も。私さて、本題に戻りましょう。昔昔あるところに、仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。赤鬼は鬼の姿で人のように優しく、青鬼は人の姿で鬼のように独りぼっち。赤鬼は人と友達になりたいと思っていました。しかし人々は鬼を恐れ、豆をまき近寄るのを嫌がりました。そこで青鬼はある策を赤鬼に話します。僕が村を荒らして赤が僕をやっつけるんだ。そうすればみんな赤を受け入れてくれる。そうして青鬼を退治した赤鬼は、その優しさと勇気から皆に受け入れられるようになりました。赤鬼がこの知らせを青鬼に伝えようとすると、青鬼は手紙を残して姿を消していました。僕は旅に出る。僕を探さないで。じゃないと君まで悪い子だと思われちゃう。大丈夫。離れ離れになっても僕たちは友達だ。青鬼はその後どうなったんだ？青鬼はそれから姿を消し、誰も見ていないわ。今残っているのは赤鬼だけよ。なんでだ？もちろん関係なければ、つまり鬼族は大きな犠牲を経て、ようやく人類、その不安定さは血筋によって受け継がれている。確かに新たき一と。でもそうなったら青鬼の思いを裏切ることになっちゃう。もう随分と昔の話よ。青鬼は長いこと姿を見せて、しかも当の本人が認めているのだから。それ以上疑う。私の調査によると、彼は南西方三五宮郡の管轄地域なら天領奉行も捕まえに行けない。だから構わないわ。とちょっと待った。もう一つ。そうなるかもね。彼の過去の戦いっぷりから考えるに。じゃあ鬼に豆をまく話も。あら、そういえば鬼族は多少なりとも豆を怖がるの。これアレルギー反応を起こして弱らせることができれば簡単に捕まえること。そうだな。弱点が分かってれば安心だ。たまたまお粥に使おうと思っていた豆が一袋あるから。豆の代金はサービス価格で教会に請求しておくから。またモラの話か。んじゃあ早速人を探しに八潮里島へ出発。バンタンサンゴタン。いるはずだ。足跡があるぞ。辿ってみよう。拠点みたいだけど特に何もないな。もっと先に進んでみよう。行こう。ここに足跡がある。すぐこの先にいるみたいだ。ちょっと待った。あそこに。あいつまだこっちに気づいてないみたいだ。戦闘を回避できたら面倒。
予想以上に効果が。も、問題ね。ただのアレルギーだからな。この程度の痛み、俺様なら簡単に耐えられ。ダメだ。息ができねえ。用事なら後回しにしてくれ。一休みさせてもらうぜ。やーっと生き返った。だがまだ体に力が入らん。お前ら卑怯だぞ。この俺様に不意打ちするとは。降参だ降参。お前ら俺様を捕まえに来たんだろう。まあいい。とにかく俺様はそう簡単には捕まらねえぞ。分かったら俺様は相当強えからよ。お前らみたいな一般。すごい上から目線だな。おいらだ。おお、そうだ。全部俺様一人がやった。俺ら荒滝派は食料が足りねえんだ、親分として。ならなんで人をさらって。人さらいの方が金が早く手に入るだろ。もらっつうのはオーケー。余った金はそうだ、子分たちに分けてやった。なんだと？そうごちゃごちゃ聞いてどうする。そうはいかないぞ。はあ、俺様の目を見ながらもう一度言ってみろ。おいら、いや、こいつがお前を捕まえるんだ。簡単には諦めねえようだな。ならばイット兄ちゃん、慌てるんでない、転ばんようにな。どうして全然帰ってこなかったの？一緒に虫相撲をするって約束したでしょ。おお、そうだったな。ほら頑張って探したんだが、なかなか強い虫を見つけられなくてな。あれ、ああそうだ、ついてくるなっつったのに俺様のことを心配してな。これがそのそうだな、人望ってやつ。そうだ、俺らたち別に。しっ、黙っててくれ。子供には関係のないことだ。イット兄ちゃん、なんだか顔さっき虫を探すのに夢中で頭を木にぶつけちまったんだ。大丈夫、俺様の。よかった。じゃあバーバと先に戻ってるから早く帰ってきてね。お、待ってるよ。今日は必ず勝つからな。あの人たち一体誰なんだ。あの年寄りは鬼バーバ。昔この俺様を引き取ってくれた人だ。子供の方は大輔って名前。俺様と一緒に逃げてきた者の中にはあいつらの他に荒滝は。だけどそいつらのことを思ってる。うん、そうだ、約束しよう。大輔との虫相撲が終わったら全てをかけた決闘。この俺様をぶっ倒すことができたらおとなしく、その時は大輔に友達と少し出かける。どうする、あの子の気持ち。俺様についてこい。さっきから聞きたかったんだけど。お前ら旅をしてるんだ。ただそういうあいつらでも、つまり虫相撲っつうのはガキがやるような遊びに見える。俺様が戦わせた虫は体格だけじゃなく鬼カブトムシの心も重要だ。戦えた。でも安心し。別にオイラ。おっと、でも関係ねえ。大輔の持ってる鬼カブ、オイラたちを勝つ。そうだ、あそこの丘に行こうぜ。きっと雷が落ちたぞ。やべ、鬼カブトムシたちが。さあ、やっぱり見当たらねえ。こうなったらあそこの紫の塊を見ろ。鬼カブトムシが集まってるぞ。なんだ、炭
かよ。この俺様が見間違えるとは。しょうがねえ、他を探すぞ。ほら見つけたぜ。まあ確かに小さいが、虫相撲の勝敗は説明すっとだな。ち元気なんてもんは小さくはあるが、それこそ戦ったことのない虫は問題ない。この俺様を信じろ。俺様の経験から戻ってきたぞ。どうせ一途に付き合うことになるんだし、暇だから飛び降りた時に反対側に行ってこいつを見つけてきたぞ。どうだ、大きくてたくましいし虫相撲に強そうだ。でもお前らが見つけたやつはきっともっと大きい。なんてこった。まさかお前虫捕りの経験があるのか。鬼カブトムシを捕まえるのか。お前はとんでもない才能の持ち主だ。上出来だ。この一匹を加えれば俺たちは世の中結果つうもんはいろん。そんなにすごいの。ちょっと待った。二匹とも勝てるかもしれねえ。そろそろ虫相撲の時間だ。血がたぎってきたぜ。早く行こう。つくたびれた。もちろんだ。そんなんでビビらないよ。勝利は俺様がいただく。お前に決めた。疾風忍者。いつ名前なんてつけたんだよ。ガンガン攻めろ。その調子、あと少しだ。俺様の疾風忍者が。やったー、また僕の勝ち。ちくしゅう。白門狂気は無敵だよ。この借りは覚えておくぞ。次は絶対に。おいちびすけ、お前のグレン旋風で俺様。おう、いけグレン旋風。くー、この鬼カブトムシすっごい強い。負けるな、白門狂気。今だ、スーパーパイモン旋風。負けちゃった。よし、勝ったぞ。さすが白門狂気をあっさり倒しまうとは想像を超える強さだな。さすが俺様が見込んだ虫相撲達人だ。ヒヒン、さすがオイラ様だぜ。そうだな、虫相撲も終わったし。何何？このオニカブトムシお前にやるよ。え、いいの？受け取れよ、こんなに強いオニカブトムシだ。帰ったら友達。僕たち帰れるの？もちろんだ。俺様はこの後俺様の立ちと相談することが。もう問題なさそうだな。君たち天領奉行の人だよね。イット兄ちゃんを捕まえに来たんでしょ。で、言っただろ、こいつらは兄ちゃんの立ちで、二人とも新滝派の兄弟なんだ。すげえ仲がいいんだぜ。嘘だ、新滝派は数人しかいないし全員知ってるよ。
でもこの人たちとは一度も会ったことが、イット兄ちゃんは何も悪いことなんてしてな、それに僕の命を救ってくれた恩人なんだ。あーなんだ、他の奴には言うな。俺様は嘘ってもんが苦手でな。イットたまには素直に話した方が良いぞ。すまんな、もう隠せそうにね。本当のことを話そう。嘘をついていたのには俺様も争いは避けた。罪をかぶってでもやらな、はあ、お前らよその人間だろ。なら待った、その昔話なら。なんだ、もう知ってんのか。もしかして鬼族の運命について昔話は。だがそれ以外のことは本当の歴史とだいぶ違う。随分と昔のことだ。稲妻が、ま、鬼族は、元より誇り高き一族。他人の情けを人間と仲良くするのが赤鬼で、頑固で、全く違う種族だと思ってたけど、元は同じ一族だ。ああ。俺たちの間には、ほとんど違いがない。ただ、立場の違いを表すために、その時の人間は、鬼族に、赤鬼は、人間と、平和に暮らす道を探したが、だが人間は鬼がどんな色かなんちゃ気にしない。このままだと彼らは避けれ誓ったんだ。青鬼が悪を演じ、あ、条件一つ、鬼族は人間に対する固定概念を捨てること、人間に受け入れ、二つ、赤鬼は人間に馴染むこと。しかしつまり鬼族の、その後自らを赤鬼と青鬼の物語は、つまり今までの、その通りだ。大半の奴は鬼の角の色なんざ知ったこっちゃない。青鬼の存在すら知らない。だが新たき派の兄弟たちは見まち、しかしそれが、ああそうだ、奴らは、俺様は自己犠牲の道を選んだ。だが、強盗、その青鬼は、きっとだ。ああ。俺様が茶を濁してなき。大介も、この件に関わってるのか？ああ。俺様が、現場でルル、奴らが大介の家を荒らしてる間、あいつはちょうど外で、この件を調べてるのは、大介の両親を、元から言うつもりなんざなかった。俺様は、さっさとお前らをぶっ倒して、この件は青鬼だけでなく強盗と一皿に手を出すよ。これでしまいだ。他に説明することはねえ。だがもし信じてくれるってんならもう少し時間をくれ。オイラもだぞ。お前の行動、お前らやはりお前らは話がわかる。だが先に言っておく、ここから先は安心しろ。よし、じゃあ青鬼の居場所。いざ、それよお前がマス、お、鬼、お前から財産を奪ったやつじゃない。安心しろ。以前、ごめん、まだ恐怖心が拭えてないんだ。え、こういったことは過去にも何度かあったんだけど、でも今回は交渉の余地すらなかった。ひどい連中だな。ああ、僕はとっさに土下座して命だけは見逃してくれと。そして僕は連中の中に、彼は仲間を止めて僕を逃がそうとしてくれたんだ。ああ、確かに揉めているようだった。彼でも
その鬼族の青年は幸い結局物を奪うだけで危害は食わ、なぜそんなことをしているのか。どうせ金目当てだろ。具体的なことはよくわからないけど、しで、そいつらそれから、そこまではわからないけど、ただまさか奴らを追うつもりじゃないよな。問題ない、ただの雑魚だろ。それにこの2つの島で活動し、ここは強盗どもの通り道になるはずだ。おそらく現れ、ああ、来たぞ。間違いねえ、頭に角が生えて、行くぞ全員とつ。じゃと素直に降参する気はないようだ。ならば交渉より先に拳で勝ったろう。やはりダメだった。風の赴くままに裁きの雷鎚。ふっ、そこ、ここまで命を捨てに来たか。左右ルコ花のは眼光牛カメル。ダメだ、ここまで器用のおとりだ。やはりダメだった。おい、逃げるんじゃねえ。俺様は赤鬼の末裔荒滝一刀だ。お前の名前なんざ昔っから知ってる。俺たち青鬼はな、生まれた時に自分の使命を頭に叩き込まれるんだ。しかし赤鬼はどうだ。俺の名前が拓也であることも、俺たち一族の名前も、先祖の悲惨な過去も全く知らないし無関心だろ。なぜなら犠牲者は忘れられるもんだからな。そうだろ。そいつは違え。俺様はただ青鬼一族がまだ存在しているのを知らなかっただけだ。お前がまだ赤鬼と青鬼の約束を覚えてるのなら、鬼族の誇り高き青鬼がなぜ弱い者いじめ、罪なき人から強盗するんだ。何がおかしい。お前ごときがこの俺に約束だの誇りだのを語る資格があるとでも思ってるのか。青鬼一族は全てを捨てた。お前ら赤鬼が人間社会で生きていくためにな。だが荒滝一刀、人間社会を生きるお前は何を成し遂げた。ろくな仕事もせず、間抜けでいつも人々にバカにされる。メガリレーでは神の目さえ奪われた。鬼族の誇りには微塵も貢献。そう、お前は鬼族の恥さらしな。待て待て、それとこれとは関係ないだろう。お前、そんなもんどうだっていい。好き勝手生きるお前、お前は知らんだろうな。お前が人間社会でダラダラと生きてきた。俺たちは自ら世間との関わりを絶った。決まった居住地もなければ、衣類や薬も言うまでもない。誓いを守り抜いた意志と鬼族のほだからといって強盗団には、ああ気に食わないよな。もう誇りなんかに、人間から奪ったものは今の俺にとってこれこそが最も有意義なことなんだ。そんな青鬼は昔だが、こいつは全てのせ、その行為が、それはお前らを止めるためだ。お前のなすべきことは何だ。青鬼はもういない。俺らのことなんかここにいたぞ。しまった、もういい。お前に言ったって俺の話が理解、お、言っちゃったぞ。どうしよう、こんなところ俺様に任せろ。
気を見天領奉行の連中には隊列隊列抱きやがれ。どりゃ者ども続け。実践にかかるぞ。今日こそ捕まえてやる。無駄な抵抗はやめろ。新たき一刀さっき引くぞ。仕掛けるぞ。どりゃ追いつけば来るか。スカリア眼光獣鬼の狂気ラン。そのまま引くぞ引くぞ。敗北を期してか。すげえ数だな。俺様もまだ本調子じゃねえ。やめろ、まともに話したところで。じゃあどうするんだ。くこうなったらやるしか。親分、ここは俺たちに任せてくれ。鬼バーバから事情を聞いて助けに来たぜ。やり合っても勝ち目はない。でも時間稼ぎくらいなら俺。おいお前。そう時間は稼げないから早く行ってくれ。親分はやるべきことに専念。くそ、お前ら無事で。二人とも俺様についてこい。行くぞ。逃がすか。おい、おい、こっちだ。親分。荒滝屋の親分だっていうのに兄弟たちに助けられるとは恥ずかしい話だ。もう二度とあいつらを失望させはしねえ。この荒滝屋と生涯をかけて誓おう。さあ俺たちも足跡をたどって拓也を追うぞ。すごい感動的だったけど、荒滝屋って思ったよりも人数が少ないんだな。しょうがねえだろ。流派を保つためにはモラが必要なんだからな。行こう。それいいさ。行こう。いざ。足跡が多くなってる。壊れた荷車に貨物か。気ぃつけろ、何者かが待ち伏せしてる。さばきのイカづち。俺たちの動きを警戒してるようだ。方向は間違ってない。進むぞ。この先にいるはずだ。慌てたような足跡と生活の痕跡が残ってるな。ここには人がいたのか。ここ一帯を探してみるぞ。突然消えるはずもねえからな。入り口が隠されていたか。さらわれた人も拓也もこの中に。ん？どうした？ああ当然だ。あんな考えを実俺様はあいつを。ん？何をすればいい？本当に俺を呼んだのか？
きっとアスシで手にしたモナで立てたんだろ。余計放っておけねえな。信じろ、大船に乗った気でいいな。いざ風の流れる方へ。しっ行こう。よっしっ。ほれ、いざ。行こう。しっ。しっ。よっと。いざ。行こう。いざ。風の流れる方へ。風の行く先を。はっ。行こう。釣れたよ。風の赴くままに。はっ。見切りました。さっ、これでどうだ。抱きやがれ。あら、やはりダメだ。よし、ここまで。さい、やはりダメだった。いざ。
行こう。いざ。しっ。行こう。行こう。人がたくさん閉じ込められてるぞ。あいつらがさ、また人質だろうか。さてどう、全員助けるとすっか。風の行く先を。そこだ。難攻不落。やはり突きあり。うちの子を見かけてません。落ち着け。まだ大輔が捕まったかどうかわからないだろ。けど大輔は。お前たち、大輔の両親なんだ。大輔を見たの？あの子は今どこに？無事なのよね。安心しろ。大輔なら無事だ。俺、早く会いに行くといい。あいつも。あなたたちが大輔を助けてくれたの？気にすんな。男たるもの、他人。まったく。ちょっと褒めただけ。それは奴らが強欲で、誰も逆らうことはできない。あいつら、それが、して、あ、そういえば。彼は夜になると、こっそりあなたは彼のお友達？まあ。彼は何か事情を抱えている。なんつうか、あいつは悩んでてな。そう言ってもらえて安心だ。ここは、過ちを犯した子供か。早く行こう。手遅れになる前にな。いざ。おそらくこの辺りだ。おとなしく捕まりやがれ。ちょ、お前の出番だぜ。俺様に任せろ。やはりダメだ。勝ったつもりか？憎められたもんだ。一ついいことを教えてやる。俺は昔、この札の面白いところは、その…くだらねえ話に耳を貸すつもりはねえ。こっちに来るな。話…もう一枚の札が、もう一枚はな。ここを全部吹き飛ばす気か？もちろん、俺は脱出するための。じゃあな、身の程。あれ、どういうことだ。札、俺の札。どうした、まさかこれを探し。その札、いつの間に。変な真似をされたら困るからな。あらかじめ。何の間。裏切るなら、ここの全員を生き埋めにするつもりだったを。ちぃ。脳書きを垂らるのは終わったが、
終わったんなら少し黙っててもらうぜ。よくやったタクヤ、お前がいてくれて助かったぜ。下がれ。は？下がれと言ってるんだ。さもないとこの札を破る。おいおいおい、わかった。とりあえず落ち着け。お前一体な。この男の起爆は阻止したが、生き埋めにされたくなければここにいるず。そんなこと、もしお前がそんなに残忍。お前と話し合うつもりはない。さあさっさと行け。この件は最初から最後まで俺一人が犠牲になればよかった。犠牲になっていいやつなんて。じゃあどうしろって言うんだ。俺は鬼族の誇りに泥を塗り、先祖との約束を破った。一族が十分な物資を得るために。これは全て青鬼一族の問題だ。ここにいたぞ。しまった、もう逃げ道がないぞ。おい天領奉行、来やがれ。俺を捕まえろ。お前らは人間の罪人を捕まえる専門家だろう。ならば誰が罪を犯した。まさかあいつ昔話と同じやり方を。うるせえ、そいつの話なんか。お前バカな真似はよせ。おい拓也、お前の犠牲は俺さ犠牲になるってことは、ただよーく聞け。鬼族の夫青鬼は厳しい生活を送ってきた。だが犯した過ち、現実は俺らをひどくもてあそんだ。全てが片付くまでおとなしく俺様の横。まだ俺らは終わりじゃねえだろ拓也。ここは俺様に任せろ。まだ大勢の人質が残ってる。そいつらを助けに行く。でも見くびんじゃねえ、お前ら逃げろ。さあ早く。ほっといてくれ。お前は逃げろ。これは俺が受けるべき罰だ。だってそこで待ってろ。そのしけだつらはよ、お前らの豆にさえ当たってなけりゃな、今頃も。どうしてだ、どうして俺のために。そこ俺は罪人だ。助ける必要などないのに。俺たちは鬼族同士だからな。俺らの父ちゃんか。むしろま、俺様の存在を知ってたんなら最初から相談しに来い。俺様は青鬼は赤鬼に迷惑をかけないために。それは違うぜ。俺様は確かに自己犠牲を選んだ青鬼を尊敬してる。そして青鬼がいたからこそ鬼族は今まで生き残れた。俺様の全ては青鬼の恩恵を受けてると言える。今の稲妻は。だがお前だって苦労してるんじゃ。それは俺様自身のせん。俺らの約束、俺んとこのアキラはいびきがうるさ。鬼バーバも俺様を引き取ったせいで俺様、そして荒滝派が。じゃあ安心しろ、荒滝派は。カイラギとさらわれた人はこちらで対応した。タクヤ、お前が今回の悪事で。大丈夫だタクヤ。だが心何をカッコつけた。おっと、どうが問題ねえ。荒滝派の教彼らも全員捕まえた。うん、ならば感謝すんぜ。お前らもだぞ。だが
お前らは特殊な身分でもあるし。待て、まさかお前じゃあな、またいつか会おう。だったな。でも悪いことをする。そんなこと。イット兄ちゃんはやっぱり捕まっちゃったの？捕まったけど、無茶なことをしたかもしれないけど。うん。だからと言って、いかついか。よくわからないけど、きっと褒め言葉なんだよね。おばあさん、子供の面倒を見てくれてありがとう。ああ。それでは、僕たちはそろそろ帰るとしよう。また今度遊びに来ます。最後は円満に青鬼一族の件は私に任せてほしい。何か手伝おうか。イットが釈放された。そうじゃ、思いつい私がやっちゃが、なぜなら昔昔あるところに仲のいい赤鬼と青鬼が住んでいました。人間と友達になりたい赤鬼の願いを叶えるため、青鬼は悪者を演じ姿を消してしまいます。長い時が経ち、赤鬼は人間と友達になると青鬼もこの輪に入れたいと思うようになりました。ですが青鬼の行方は分かりません。彼を探すため高い山を越え大きな川を渡りました。青鬼の痕跡はたくさんありましたが、それを見つけるたび彼はわざと隠れているのだと分かりました。赤鬼は青鬼を真似て荒野に一通の手紙を残します。青、僕にはたくさんの人間の友達ができたよ。もうすぐ盛大な宴を開こうと思うんだ。友達に参加してもらいたい。もちろん青もね。会わなくてもいい、隠れながらでもいいんだ。青鬼はこっそり村に戻ると、身を潜めながら豪華な食事と暖かな火を眺め、その光景に憧れました。でもお腹が鳴ろうと、青鬼はかつての誓いを胸にただ遠くから眺めているだけ。すると突如赤鬼が背後から現れます。青鬼は驚きました。よう、やっと帰ってきたか。あいつらにお前を紹介させてくれ。俺様の最高のダチを。